はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay 残高のチャージをセブン銀行 ATM で思ったより簡単でしたということで、お題の通りですね、セブン銀行 ATM で PayPay のチャージができるようになったので、まあ、早速やってきましたので、まずは実写の動画からどうぞ。ということで実写の動画でした。思ったよりめちゃくちゃ簡単でしたね。しかもセブン銀行ってセブンイレブンだけではなくて、ショッピングモールやちょっとした商業施設の中にもあったりするので、かなり便利かと思います。まあ、今回ですね、セブン銀行 ATM でチャージを使うときってということで考えたんですけども、今現在銀行口座やクレジットカードと紐付けしている方であれば、まあ使う機会が少ないかなと思うんですけども、どういうときにセブン銀行 ATM でチャージをするかを自分なりに考えていました。まあ、例えば銀行がメンテナンスでチャージができないというときですね。今の例で言うと、みずほ銀行がこの3連休で ATM はもちろん PayPay などのチャージもできなくて、手元に現金があるときにこのセブン銀行で PayPayにチャージができるということですね。ちなみに僕は昨日の夜ですね、PayPayではないんですけども、他のPayにチャージしようとしたら、みずほ銀行ではないんですけども、別の銀行なんですが、メンテナンス中で弾かれてしまったので、まあこういう時に本当に役に立つなというふうに思いましたね。本当油断していました。あとは使いすぎを防げるということですね。まあ多分これに関しては人にはよると思いますが、まあ銀行口座やクレジットカードと紐付けをしていると、ちょっと使いすぎてしまう方も中にはいらっしゃるかと思います。で、還元はあるのに PayPay 使いたい。けどそういう時には、このセブン銀行 ATM に行かないといけないという、まあ一手間を入れたら、ある程度使いすぎも軽減できるのかなと思います。まあこれに関しては本当、ぶっちゃけ人それぞれなんで何とも言えないですね。あとですね、現在 PayPay ではこちらのセブン銀行ATM が使えるようになったことの総額5000万円相当の山分けキャンペーンというのが開催されています。まあそちらについては解説した動画のリンクを下の概要欄に載せておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで今回はセブン銀行 ATM から PayPay にチャージしてみたという動画でした。もしですね、まだチャージを試したことないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。